市民会館完成を告げる岡崎市の広報誌7月1日発行、歩道を拡張した市民会館南交差点付近、厚生通り西3丁目のセルビア土地は現在、駐車場として整備されている。敷地内にある、鉱山会館鉱山にある、鉱山家クロック町の鉱山。 高山古墳としても知られ、第1号墳が1972年7月5日に、市の文化財に指定されている。岡崎市民会館は、愛知県岡崎市ロック町にある公共の文化施設。岡崎市民会館がある、ロック町で先の敷地は戦前、岡崎市立高等女学校の校地として利用されていた。 1930年に旧鉱山会館の前身となる坑堂が建設された。坑堂は岡崎空襲で消失したが、戦後に建て直された。1955年、岡崎北高等学校は石上町に移転。それからは愛知県立岡崎商業高等学校の校舎として利用された。1962年、同校は栄町に移転。 同年12月4日、校舎の一部が岡崎市立図書館となった。岡崎市には文化活動ができる市民の集会場がなかったことから、音楽や演劇の愛好家団体などから市民会館建設の要望が高まり、中部日本新聞社は市民会館建設促進会議を開設した。市は岡崎商業高校の旧校道を改装して、 とりあえず市民会館の代用として当てることを決め、1963年6月から工事に入った。同年11月11日、改装された旧行動は鉱山会館としてオープンした。現在の市民会館は1967年6月22日、岡崎市政50周年記念事業の一環として作られた。 改修前の客席数は1556席。400席の補助席を含めると2000人を収容できる。大ホールは、岡崎市では、初となる1000人以上を収容できるホールだった。また、結婚式場などのように共するパーティー室があった。2003年3月、岡崎市は、岡崎将来ビジョンを策定。10カ年計画以後の将来構想に、市民会館と、 赤霊ホールの老朽化による代替施設として新文化会館を東岡崎駅前に建設すると記載した。2009年3月、市は同会館を廃止して新しい文化会館を建設する計画の基本構想を発表した。2011年9月1日、市は同年12月末で営業を終了する構成通り、西3丁目の商業施設。 セルビの跡地を新聞化会館の用地として取得する意向を発表。2012年6月26日、市議会6月定例会において、株式会社セントラルパークビルが所有する、セルビ跡地約6153平方メートルを9億5600万円で取得する議案が可決される。しかし建設には、多額の支費が必要になること、また、 公共建築物の目標対応年数を80年とする市の基本方針が出されたことなどから、同年12月20日、岡崎市は改修によって長寿命化することを決定した。2013年、セルビは解体され、同年11月28日に市は跡地の引き渡しを受けた。2015年9月1日から釣り、天井の撤去。 椅子の拡幅などの工事を開始。2016年8月22日、公募により、愛称が青いホールに決まったことが発表された。市民会館から南へ下る道路の歩道が、市民会館南交差点の手前で途切れていたため、安全を確保するために交差点北東角地を取得し、歩道を整備した。同年10月1日、リニューアルオープン。 座席は1100席と400席余り削減した一方、椅子の横幅と前後のスペースを広げて、ゆとりを持たせた。ホールの舞台も拡張された。回収費は約33億8400万円。延べ床面積は9763平方メートル。休館日は、第1、第3月曜日、12月29日から1月3日。 2015年8月31日現在の区分1987年12月16日、市政70周年記念事業の一環として、敷地内に新しい鉱山会館が新築された。12月22日にオープン。こちらは、中小のイベントに適した300名収容可能な小ホールである。建設時にリハーサル棟を増築するとともに、 駐車場も整備された。市民会館と同じく2015年9月1日から大規模な改修に入った。屋根や外壁の修繕、舞台設備の更新など大規模な改修工事を行うため、2022年9月から2023年3月まで半年間休館する予定。鉱山閣は鉱山の中原、ロック町公越6番地21に位置する。 集会施設である。旧鉱山閣は1926年に資産家の別荘として建てられた。1933年、持ち主で名古屋市在住の大竹九二郎が市に寄贈した。木造2階建てで延べ面積243平方メートル。2階の襖には武将の絵が描かれ、階段がタンスになっていた。 1959年の伊勢湾台風以後痛みがひどくなり、土台が腐食し、2階の柱も徐々に傾いていった。このため貸し出しは1階の10畳の部屋2室に限られるようになった。1985年秋に取り壊され、新しい鉱山閣は1986年7月22日にオープンした。外観はほぼ変わらないが、 延べ面積は429平方メールと広くなった。敷地も買い増しして、1723平方メートルになった。15畳の和室が2つ、10畳の和室が1つ、8畳の和室が4つ、計7つの和室の集会室があり、庭園もある。掃除業費は1億6600万円。主体、外交工事は、村井建設が受け負った。 鉱山閣は2015年の改修工事の対象とはならなかった。ありがとうございます。